じゃーん。さてここはどこでしょう。どっから地上に出ればいいのでしょうか。これだ、これですね。ここで上に行けそうです。おお、え、パーキング、ここ P1 です。 P1、 P3 まであります。行けんの？どうだろう、ちょっと行ってみたいですね。金属の匂いいいね。おお、おここに出てくんだ、やっぱり。全然いいじゃん。アップルパークにやってまいりました。結構今日混んでそうですね。じゃじゃーん。わ、すごい恐竜の。すごい。結構今日混んでますね。いっぱい。あ、ありそうだよ、あそこに。ありそうです。なんだ、全然限定という噂はやっぱりちょっとあれだったのかもしれません。新デザインの T シャツ普通に売ってますね。どうします？買います。でもね、あ、これそうそう、確認したいことがあって、すいません、月ずれ。あー、やっぱ質はめちゃくちゃいいんですけど、やっぱりここにペイントがあるとちょっとペトペトする感があるのが気になるんですよね。でもめちゃくちゃ T シャツの質はいいですね。どうしよう、この4種類、こっちの方が使いやすそう。やっぱりね、ここペタペタするじゃないですか、 T シャツ。これいらないよね。ひどいこと言ってる。悩ましいですね。これでもここだけで買えるの？なんかこの有名な絵描いてる人も、なんか有名な人も。だってすごい素敵だ。言ってもだってこれ1個、いくら？40ドル。1個40ドルです。悩ましい。ちょっと結局意外と白いし使いにくいかもしれないので、見送ろうかという話を今ネズミさんとしております。見送ります。すごい、古代の地球からが、古代の地球推しがすごいです。みんなどこも使ってないとすぐに古代の地球のスクリーンセーバーになるようになってます。これ本当めっちゃ面白いです。目的を達成したので一旦帰ります。T シャツがあるかどうかをただ確認したかっただけという。ただちょっとお腹が空いたんでご飯食べに移動します。ここ使えたのが楽しいね。あれ、これどっちから出てきたっけ。こっちな気がする、こっちな気がします。ポチ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 、P1 です。では滞在時間正味5分、5分、目的を達成しました。あのバッグ本当もうちょっと主張が強い。主張が強すぎる。アップル教えつまった。今ちょっとせっかくなんで、あ、なんと来ましたよ。地下3階は行けません。あー、ゲートがある。ダメです。なんかせっかくなんで地下3階まであるみたいだったんで、あのパーキングのエレベーターによると地下3階まであったんで行けるかと思って今2階までは来てみたんですけど、あ、でもほら電気ついたじゃん。あ、本当だ。やっぱりなんか時間差。地下2階はすごい、天井めちゃくちゃ圧迫感あります。このスープラの低いボディですらなんかちょっと天井するんじゃないかっていう恐怖がある感じの圧迫感ありますけど、2階までは止められそうですけど、地下3階は一般は入れなそうですね。地下2階まででした。でも一応止めてる人いますね。こう関係者の人かな。こっちに行くと
地下1階に戻れます。1階ここまで天井狭くなかったよね、うん、なんか怖だんだん押しつぶされそうに怖いねえ、さすがにちょっと、うん、ギリギリなんだけどギリギリ感があるよね、うん、多分こことかめっちゃ怖いんだけどここまあ実際には全然あの SUV がいるぐらいだから、うん、そうだね余裕なんでしょうけど、あでもここも天井狭いやっぱり狭い、うん、ほらあでもちょっと高いちょっと高い気がちょっと高いねちょっとねすごいちょっと違いますね明らかに違いますね違う違うはいはいでこっちに行くとおなんかあっちパーミットオンリーだからきっと社員の人ですね、うん、はいこれで地上にちょっと天井に圧迫感がありました。天井、はい、地上に到着しました。ということで普通に地下に止められたっていう、止められるのを知りませんでした。じゃじゃん、あこれかな、上海ファミリーレストラン、小籠包、これも悪くなさそうですね。のりひろがあっちに見えます。そして天然の、ジャスミンティーのお店もあります。どうする今にすごい唾飲み込んじゃったなんかでもあっちの方がいいな、やっぱりあっちですか、こっちちょっと飛べりすぎてBBQ チキンってでもあるけどねあこれも美味しそうだよ、うん、うわぁ、のりひろ全然普通に入れそうですね。結局ここに来てしまうという、結局ここのチャーハンが忘れられません。あ今日混んでますね、時間帯かな、もう夕飯時かもしれません。ニュートリオンに行きます。オーダー完了しました。なんか QR コードでも注文できるようになってるっぽいですね。来たー、やはりこれは頼まざるを得ない、条件反射的によだれ出てきました。いただきます。うん、ここの安定感すごいです、ここの安定感すごいです、間違いない。そしてこちらネズミさんの好物のトマト卵です。そして今日は初チャレンジで冷麺頼んでみました。美味しそう。ちょっと食べ過ぎぐらいお腹がいっぱいになって大満足で、そしてやはりホワットジャスミンティーを買って帰ることは不可避です、避けられません。やば、最近ちょっと油断してだいぶ寄せてるんで、これホイール気をつけないと危ないですね。ていうかホイール汚な、ちょっと今日洗いたいけど来週どっかで洗いたいですね。ということで今週も丸買いにやってまいりました。今日はダイソーには行きません。行くの？行くの？行くそうです。わあ、ダイソー恐るべし。これはあの僕が部屋で大量買いしたやつと、まあやっぱりちょっと作りは社畜なってる気がしますが、でもなんか十分役割を、値段が下手したら10分の1ぐらいなんで、これすごいっすね。でかいサイズあるのかな、でかいサイズは結構でかいサイズは強度が必要なんで、大きいのはなさそうですね。あれ結構丈夫なんですよね。ちょっと違いますもんね。でもそのうち出てきそうですね。さすがです。
start to clap.